皆さんこんにちは、こんばんは。今まで何度も贈り物をいただきましたという動画を上げていますけど、今回もまたいただきましたということで、はい、こちらです。ちょっと逆光になっていて分かりにくいんですけど、こちらを開封していきますね。まだ僕も中身が何なのかは分かりません。何が入ってるんですかね、楽しみですね。お、お、箱がこうあるんですけど、以前もありましたが、中身が多分違うパターンですね。もう帯杉の箱に入っていますけど、実際どうなんでしょうか。1本目はこちらになります。おっと、これは、これは見たことがない。嬉野玄米茶焼酎、これは多分こちらには売られていないと思うんですけど、お、これは魔界へのいざないとか、あとドクロとかで有名な三酒酒造場さんですね。ありがたいです。こちらの方に玄米じゃないんですけど、抹茶の焼酎とか売られていたので、なんかそういうのも確かに気になる感じはしていたので、これはどんな感じなのか気になりますね。この後ろにお湯元お茶、たまたまありますけど、これはどうなんでしょう。一応焼酎のベースとしては米焼酎ですね。そしてこれが、これは芋なのかな。お茶焼酎ですね。このチャンネルでも何回か取り上げていまして、これまで全部ですね、芋焼酎とお茶っ葉のミックスといいますか、芋焼酎の仕込み中にお茶も入れたような焼酎でしたね。でこのジャンルですね、割と飲んだ方からの評判は良くて、人気があるといえばあると思うんですよ。でこのチャンネルで取り上げたのはチランティーチューとチランティーチューアラロカと、サボー大海庵お茶娘、伊佐大仙おいしいお茶、明るい農村のお茶のヤブキタでしたっけ。はい、そんなところなんですが、今回の焼酎については米焼酎と玄米茶のミックスですね。はい、というわけでこちらレビューしていこうと思います。まず開栓時なんですが、玄米っぽい感じといえばそうなんですけど、どちらかというとわかめっぽさのあるすがすがしい香りですね。何やらわかめ、昆布みたいな海藻っぽさがあります。ロックにしても少し海苔のような海藻っぽさを感じます。口に含むと軽やかな口当たりに苦味を帯びた強めの甘み、そして強い旨味からのしっかりとした香ばしさ、芋焼酎や麦焼酎でたまに感じる香ばしさとは異質で、確かに玄米茶の持つ香ばしさかと思います。味としてのキレはとてもいい方なんですけど、玄米茶らしい風味のみが残ります。涼やかで美味しいですね。1対1の水割りにすると香りは控えめになりました。口に含むと透明感のある味の広がりに、軽い甘みとほどほどの苦味、辛みが自然に乗りますね。ちょっと気品高い系統のお茶の香りがありまして、香ばしさはおとなしくなりました。とても美味しくて暖かい季節に飲みたい感じだと思います。焼酎4お湯6のお湯割りにすると、香りはほんのりと緑茶系です。口に含むとまずガツンと香ばしさを感じます。お茶としても香り高くなるんですが、その香りが強すぎてわかめっぽさが出ましたね。軽めの脂質なんですが、何やら出汁が効いて、本当に成分があるかどうかはわからないです。多分ないですけど、なんかそんなイメージですね。でも昆布茶でも飲んでいるような気がしてきますね。こんなお湯割りは飲んだことがなく面白いと思いますね。ストレートだとさらりとしているんですけど、滑らかな口当たりで上品な甘さ、軽めの旨味とそこそこの苦味、余韻で香ばしさを感じて美味しいと思います。
全体的な印象は玄米茶っぽさがあるにはあるんですが、玄米茶の持つ魅力とはまた少し違うように思います。でもとても美味しいですね。特に清涼感のある水割りとかロックあたりで飲むのには本当に適していると思います。余韻の風味がわかめとか昆布的であるのはなんか面白いとこですね。これはですね、多分ですね、お茶をですね入れまして、茶葉が伸びきった感じで、ゴミ箱に捨てる時に匂い嗅いでみるとなんかちょっと海藻っぽい感じがすると思うんですよ。まさにそんな感じの風味ではありますね。でもそれがお茶っぽいかというとなんか海藻っぽい感じではあります。はい、というところで暑い季節に水割りロックで飲むのがいいかなという感じはしました。今回もこちらをお送りくださった明太子太郎さん、本当にいつもありがとうございます。次回は次の1本をレビューさせていただこうと思います。では今回のレビューは以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。